んか臭いな。セーター着た、セーター。なんか臭いな。金子ヘイした？してないよ。香りじゃないの。箸がするわけないじゃない、アイドルなんだから。何言ってんのよ。なめちゃんじゃないの。またあれ下痢なんじゃないの。よくアイドルだなんて平気で言うな。アイドルおならしないんだよ。知ってた。あと私しないもん。嘘、私学校で毎日してるんですよ。やめてほしいよね。してないじゃない。それもあれだよ、あの学校聞こえた。ねえだよ、うん、あじゃあいいこと教えてあげる。いいこと言う。普通おならって臭いじゃない、うん、でもアイドルのおならって、うん、バラの香りがするんだよ。嘘、食べてもすぐわかるよ。香りちゃんのおなら同じも食っても。そう、へ、しない。しない。私はしない。なんで。私はしない。なんかブリっていうやつじゃない。音出ないもん。じゃあするんじゃん。そうだ、難しいってやつでしょ。はい、行きましょう。そうそう、あのお二人のコーナーです。ベスト5。はい、PC エンジン、シューリンゲーム、人気ベスト5というわけで、今回から人気ベスト5を待ったんだよ、ね、人気ベスト5を、新しくしまして、毎回テーマを考えて、なんだっけ、毎回テーマを決めて、毎回テーマを、決めて、その人気ベスト5を紹介するということです、はい、とりあえずね、今回は、ね、はい、シューティングゲームのベスト5を、集計してみましたんで、はい、行ってみましょう。第5位からです。No.5 究極タイガー。このゲーム1本で対等の技術力の評価が一気に上がりました。 No.4 ガヘ。映画のゲーム化だったことをみんな忘れちゃってるほどの名作です。 No.3 R-Type 1。今でも PC 本体と一緒にこのゲームを買う人が一番多いそうです。No.2 Super Dryas。 ただの移植に終わらせず CD ロムロムのパワーを最大限に活かしたゲームです。 And the No.1 of this week Super Star Soldier。 縦スクロールのシューティングゲームを極めたと言われるハドソンならではの傑作です。まあ予想通りというか、ハドソンがすごく強かったですけれども、このスーパースターソルジャーに、おはがきをくれた中からですね、ことの中から今エミちゃんが1名様選びまして、PC ランド特製スタッフジャンパーを差し上げちゃいます。じゃあ選んでください。はい、埼玉県越谷市の岩田くんです。おめでとうございます。それで、来週からですね、毎週あの部門別でベスト5やっていきますから、はい、あの自分で考えたね独自の、部門決めちゃって構いませんから、はい、例えばね人気キャラクターベスト5とかですね、うん、ゲームサウンドベスト5とか、そういうのをね自分で考えてどんどんおはがきをいただきたいと思います。はい、あれ今あのほら PC エンジン GT のあれも選ぶんだね。いやいや、あれはね今日から、募集したいと思いますので、ね、はい、番組の最後に、はい、PC エンジン GT の告知をやりますから、プレゼントの告知ありますから、はい、なんかもううるさいですけど、はい、楽しみにしてくださいね、はい、殺されてるなんか臭いな。臭いよね。なんかこうネチャネチャした音が聞こえるのよ。あとなんか福田が痛い痛いって言ってない。なんかよく知らないけどネチャネチャネチャ痛い痛い痛い。なんだろうな、なんか痛い痛いって言ってんだけどよくわかんないけどね。まあ一応いいか。いや、そんなわけで今日ゆっくり楽しんで。 PC エンジン、シューティングフリークに挑戦。 PC エンジン用ソフトエアロプラスター、超スピード移植を実現し今発進。地上から敵要塞衛星に突き進む選手の戦い。エアロブラスター、君の健闘を祈る。待ってました、モモデンツ。あと68日のお楽しみ。By Hudson。PC Engine。青春のスピンペア。佐藤君、君は反射神経が全然足らない。これでもっと練習しなさい。と。言われた生徒はスピンペアで反射神経を養い、ついにやったー先生。佐藤君、通信対戦対応パズルアクションゲームスピンペア新発売。メディアリング。いやどうですかはいいけどね、私はあのイノシシ鍋っていうのは聞いたことあるけどね。食べたいね、うん、食べたいだろ。食べたい。季節にいいね。今日は食べさせてあげよう。やった本当わかりませんけど嬉しい。でイノシシもらって、うん、あんの、うん、今見たけど、ね、静岡県は伊豆の方に
で、どうするのそれ。そこに行って、うん、それはこれからの見てのお楽しみ。イノシシ鍋食べてきた。すっごいものが映ってる。すっごいもの、うん、何お前のもだえてるやつ。違う。すごいもの。違う、バカじゃないの。バカでーす。開き直ってんじゃねえよ。ここがイノシシ村だよ。いるんだね、やっぱり、うん、イノシシばっかりだね、うん、でも今日はね、うん、このイノシシがゲームをするんだって。あ、そう、うん、楽しみじゃない。早速そっちの方、ね、見てみよう、うん、これがですね、伊豆半島の中央部、うん、湯ヶ島温泉の中にある、湯ヶ島温泉にあるイノシシ村なんですよ。でも、うん、行くじゃん。行くじゃない、行くじゃない。どうしたい、肉に親いいから、親親三四で、これがイノシシのレース。おお、さっきのイノシシと違う、イノシシ。そう、また違う。三四か五六。ちっちゃいのね、あれよりも。これどっちか。これちゃんとイノケンっていうの。あるじゃん、八五とかも。うん、ちょっとね、スピードないんですよ。非常に今 VTR 後ろからおじさんが一人走ってるんですよ。あれ追いかけてるんですよ。押しちゃってんの。押すなよ。っていうのは結構早いでしょ、うん、そうなのかなと思っていたら、なかなか勝負決まんなくて。本当ですね。一応俺とエミちゃんも予想しては見たんだし、これ大変だよね、後ろから走って。そう、いちいちね。あ、これ今一番落ちそうなんだけど、ゼッケンが落ちたら失格なんだって、うん、あ、そうなの。だからね、あれ2位だったんだけどね、あ、1番の子はダメだった。こんないい加減なレースでそこだけはしっかりしてますから、ね、あ、1番、8番も落ちそうじゃないか。落ちそうなんだ。あ、さっきの お兄さんはあの水の中も走ってたのかも。帰るぞ、姉ちゃん。イノシシのショーを見たんだけど、ここでなんかね、調教してるらしいんだ、うん、そう、ちっちゃいのが。何指示してるの。何、一緒に行こうよ、一緒に。何、一緒に行こう。俺も行く。福田、なんか変なとこ連れ込むような気分になってしまいましたけれどもね。ここではイノシシの調教してます。あ、すごい。連れ込まれながら金子のやってるやってるってのもすごいよね。何やってんだよ。いや、めてる。生後、今年の5月の9日までです。5月の9日から、分かった、5月の9日ぐらいですね。はい、おー、だってついてきちゃうの、しのちゃんに。ダメだ、ダメなんだよ。ダメだ、何がだよ。分かった。そこはダメだ。あ、もうよし。ほら、ちょっと右の方見てもらうと分かるけどね、カメラ汚れてるんですよ。あ、ほんとだ、ぼやけてる。これ平均台のレッスンです。あ、落としてる。あ、痛い。こういうふうに痛い思いをしながら覚えるというね。厳しいね、芸の道は。そう、芸の道はやっぱね、難しい。これ、口渡しとかできます？ない。え、やだよ、私は絶対。やだよ。福田、8針、行くぞ。頑張れ。こっち、そこじゃないね、寝てるやつ。お前、寝てるやつ、ジビタ。え、ジビタに寝りゃいいじゃない。うん、ちょ、ごめん、ね、寝て、それでほら、そこじゃない、だんだん行くよ、ほら。ほら、いった。おー、おい、やだ、やだ、やだ、すごい、直した。俺はもう、あれだよ、あの、PC ランドの畑正則と呼んだもん。もう、すごいよね。どうだよ、前歯2、3本抜いて、ガムちゃん、可愛いですねって言って、何すんだよ、もう。動物に対して、ちょっと、すごいな。これは楽しいですね。ほら、じゃあ、いちか、口で言ってみよう。いちか、ちょっと口で言ってみようか。もうごめん。いちか、ほら、手。ここいよ、ここが、ほら、しろ、ここねんぞ、ここに。ほら、しゃがめよ、ほら。しろ、こっち。ほら、しろ、こっち。ほら、見えた。あった。ほら、しろ、そっちだよ。すごい話。
最近。一回寝てみな、ほら。イノシシと寝たくないやい。リボン食べないのね、リボンね。大丈夫か？よし、そう。お、か？すごいすごい。はい、回るよ。よし。あ、すごいすごい。頑張れ。ああ。よし。頑張って。イノシシも危ないって危ないって顔するね。よし。やばいって顔するの。頑張れ。やべ、落ちるよって顔するの。はい、よし。顔の表情変わった。ああ。ああ、でもね。というわけでございまして、イノシシと遊びたかったら、ロボットに行っていただきたいと、はい。はい。どうも今日は、遠いところありがとうございました。ありがとうございました。ロボット。ビッグ2登場。この地上を制覇するのは、モンスターか、エイリアンか。ラストハルマゲドン。もう誰も有効を止められない。新たなる戦士の戦い。アリス3。今ロムロムが面白い。イエーイ、ピッシー。ロムロム。Name Bill Robbins. Sex male. Age 34 years old. Cause of death excessive hemorrhage. CD ロムロム初の本格 hard boiled mystery. JB Harold series. Murder Club.ビル・ロビンズを殺したのは誰だ？ムーダークラブ。バイ・ハドソン。渡辺になっちゃうぞ。そういったわけでございます。なんかいろんなことありますね。おじさんもね。何言いますの？その冷たい言い方がやめてよ。ごめんなさい。とりあえずはい、渡辺になっちゃうぞのコーナーでは、うん、危険な、ちょっと危ないお宝自慢をしていただくんですけれども、はい、渡辺になっちゃうぞとは言ってますけど、はい、なっちゃったら大変なことですから。この場合にはだから渡辺にならない方がいい。そうですよ。こんなになっちゃったら困るでしょ。渡辺になっちゃったらもう使い物になりませんからね。一緒。私はなるべくならないように頑張っていただきたいと思います。はい、まず今日は福ちゃんチームの方からご紹介したいと思います。はい、今回はね、恥ずかしいですけど、はい、うちが渡辺です。こっち渡辺ですか。これこれこれだけはもううちの渡辺ですから。お名前は何とおっしゃる。立川幸次さん。あ、どうも。これは何でしょう。オタク性があるでしょ。おう、ひょうたん楽器で、全部ひょうたんから作った楽器で。これ楽器なんですか。ひょうたんから作った、はあ、これ何ですか。それはマラカスです。マラカス。ひょうたんから作った楽器ってもう大したもんできてませんね。これやっぱり。え、これあの、うん、一応ウクレレで。こう調子を取るだけ。なんかやってもらえますか。そう、うん、まあエンジンが来てますんでね。あとでエンジンに一つやっていただこうと思います。あ、やっていただこうと思う。はい。そうですか。これは何ですか。これはあの。ああ。これは竹ですよね。そうです。はい、これは何ですか。これはあ、全部反対が音ってしまう。何ですかこれ。これは木魚で。木魚。そうです。ああ、これは。これはあのこれを作る前の実です。あ、そうですか。すみませんね、余計なものばっかしも。今回はかなり渡辺来てるでしょ。でも対抗するエミちゃんチームを紹介したい。どうだ渡辺。よかったな。なかなか。なかなか。はい。はい、うちはですね、放浪性の看板を集めてらっしゃる。大玉沙央さんです。あのね、うちね、はい、もう人間も全てが渡辺。何だってね、ここだけの話、さっき本番ギリギリまでガム食べてたのね、うん、で本番始まってどうしようどうしようって言って、このセット
うちのよ、ここにガムくっつけてんの。普通自分の髪にさ、くっつんでするじゃん。失礼なやつだ。子供みたいなやつですね。お前だよ。そういうわけでね、これそれでそういうすごいですね。うわあ、これ懐かしいのばっかし、全部懐かしいです。これ全部集めてきた。そうなんです。見て、この牛肉、牛肉野菜入り、松山さん、松山陽子さんのボンカレーなんて、大塚のボンカレーあれなんですけど、結構来てますね。でもさ、これ大竹さんに似た人がいます。似てませんよ、それ。これってさ、こんだけ集めたのすごいなと思うけど、でもこれで絶対すごいいろんなさ、おしっこかかってたりとかするじゃん。そういう汚いもん集めるっていうのが渡辺だと思うんだ。それね、おしっこはかかってで、タカとかで鳥の糞とかいるのかかってね。そう、絶対かかってるよ。これまだ、これあれなんですか、これ全部かっぱらってきたんですか。ひどいことで、僕はそういうことを言ってた。どうしたんですか。ってこれ、その辺にかかって土下座してですね、譲ってもらったですね。あ、くださいっていう。もう土下座して、まだなんか一日バイトしてとか裏の方になんか隠してある、はい、もう私の宝、宝を言った。これはもうこれこそ渡辺という宝を。この人なくては生きていけないっていう。うわー、もう美空さんですね。昔あの緊張の夏、日本の夏は美空さんがやってたんですね。昔ここにほくろがあったわけじゃないですね。これは傷ですけど。もう両人ともどうぞ。これすごいね。負けず劣らずの渡辺ですけどもね。なかなかそっちもすごいの作ったけどね。はい、これは人間的に明るいです、向こうは。明るい。はい、おめでとうございます。渡辺になっちゃいました。はい。ねえ、なんなくてよかったですね。もうちょっとで渡辺になっちゃうとこだったんですよ。ね、よかったんですよ、ね、これがもうだから、これ頑張って集めてね、はい、もう一回ものすごいので、また渡辺になりそうになって出てください、はい、来週はもうちょっと強い渡辺連れてきますから、はい、ということでありがとうございました。渡辺になっちゃうぞ、はい、このコーナーでは危ないお宝を持ってる人をどんどん募集しています。円を裂き、地を砕き、ファシズムが押し寄せる。成功率極小のミッションを遂行すべく、連合最後の切り札が飛び立った。ハードシューティング大旋風、12月14日発売。 PC エンジン、あの R タイプ制作スタッフが送る壮絶 SF シューティング、イメージファイト、今 PC で発進。やめられない、止まらない、アメリカ生まれのパズルアクション、縦横斜めでクラックスクラックスクラックス。時代はコアグラフィックス、イエーイ PC PC エンジン、シューティングフリークに挑戦、 PC エンジン用ソフトエアロプラスター。超スピード移植を実現して今発進。地上から機要塞衛星に突き進む選手の戦い、エアロブラスター、君の健闘を祈る。待ってました、モモデンツ、あと68日のお楽しみ。バイハドソン、はい、今日は一回休んでね、中野コーナー休んで元気なゲドウの送るこのコーナーですはい、今日はですね、アドベンチャーゲームのね、新作が届いてます。デイビーハロウドマーダークラブっていうのに注目してください。最初はワラビー、はい、ワラビーっていうのはカンガルーのことなんですけどね、はい、はい、主人公はウサギ、うん、それでね、あのカンガルーレースでお金をかけてお金を儲けるっていうのがね、うんうんうん、目的のゲームなんですけれども、イノシシじゃダメなのそうそうそうあのこういうふうに、あの例えば、新聞を買って読んでみたりとかね、うん、つまりこれはなんていうのかな、やってるうちに競馬のねノウハウが身についちゃうというゲームなんですけれども、うん、あ、かわいいね、なんか、うん、でも書き方なんかもね、本当の競馬とかなり近くて、うん、うまく勝てるとね、うん、お金がどんどん儲かるわけなんですけどね、こういうふうに喜んでます。次はカットビタクハイくん、これもね、タクハイくん変な設定のゲームなんですよねやだね、このタイトル納得いかない、うん、自転車とかバイクで荷物を無事に届けていくっていうのが目的ですねそれ仕事でしょ、でもそう、うん、で仕事の内容を聞いてスタートするんですけれども、うん、途中でね、例えばここで、おまわりさんに会ったりとかするとですね、うんうん、次の目的をね、あの指示されたりとかね、次から次に、進んでいくゲームでね、最初これ多分クソゲームだろうなと思って高をくくったんですよね実はすごくね、面白いってね、新しい感覚のゲームですね、うん、久々にお勧めしたいです。あ、怒られてますね。今日の
新作情報は JB ハロルドマーダークラブ、はい、CD ロムロムならではの超リアルな本格推理アドベンチャーですね、うん、これほら怖いねこれ、結構大人向けのね、なんか雰囲気が出てます、ね、写真取り込みの画面とね、リアルなナレーション、うん、そうだよね、子供じゃこんな感じ読めない子もいるよね、まだねでも勉強になるね、で、ほら顔なんかも全部取り込み写真なんで個性が出てます、ナレーションもちろん一人一人声優がついてますよ、すごい、はい、大人向けのミステリーストーリーが次から次に展開してきますね、なんかブランデーかなんか傾けながらやるといいんではないでしょうか、それでね、バイリンガルモードっていうのがね、ついてて、切り替えで英語だけでね、プレイすることもできるんでね、私みたいにね、バーリンガルのね、ふざけるな、もっと元気にやるよね元気出すぞ怖いよ、はい、怖いよ、怖いよ、着替えしてほしいよ、私もうそろそろ、はい、やろう、やだ命じゃいと、はい、今日はですね、スクープ情報を見せちゃいます、イースのね、新作、ワンダラズフロムイースって言うんですけれども、その映像をですね、世界で初めてね、ここにお見せしちゃいますんで見てください、映像をスタート、はい、ね、どこのね、雑誌でもね、今ね、前人気ベストワンあるいは上位に輝いてますね、ワンダラーズフロムイース、ついに映像ができましてね、発売まであとわずかってところに来たんですけれども、前回のイースの戦いの後ですね、世界各地へと、前回の主人公のアドル、左側がアドル、右側がドギですけれども、旅に出るわけですね、で、まあ、束の間の安らぎでこうやってですね、あちこち旅をする、この辺のアニメシーンがね、すごくよくてできてますんでね、これロッククライミングしてるところなんですか、ね、これやったね、やったね、はい、それとなかなかね、ゲーム画面を、ね、うまく利用してこういうアニメシーンがうまくできてると思うんですが、ところがね、そういう時に、ドギの故郷、あ、これね、金髪の美少女エレナっていう新キャラクターなんですよ、かわいいでしょ、はい、ドギの故郷ファルガナ地方で、なんか不吉なことが起こったっていうね、噂を聞いて2人はね、ファルガナ地方レドモンドの町に戻ることになります、それでこのレドモンの町に降り立ったところから、ストーリーはスタートするわけなんですけれどもね、はい、結構ね、ゲームの、アニメシーンとしてはね、すごい出来栄えなんでね、これからこのゲームどんどんゲームの中身も紹介していきますんで、楽しみにしてていただきたいと思います、ありがとうございました、はい、あとですね、今日はね、プレゼントやっちゃおうかと、ね、私も欲しい、はい、私も欲しい、はい、皆さん欲しいですか、はい、これか噂の、はい、ね、PC エンジンが、今までのヒューカードがですね、ポータブルで外で遊べちゃうというね、 PC エンジン GT、 これをね、5名様にプレゼントするんですけど、1、2、3、4、5、応募は締め切らせていただきます、いやいや、ちゃんとね、募集しようと思うんですけど、おはがきをね、いただこうと思うんですが、合言葉をね、おはがきにキーワード、まあ、今日見たなっていう証拠だな、はい、渡辺が好きだっていうキーワードです、バカ野郎、そんなキーワード取る、バカ野郎、そんな、今週のキーワードはですね、やっぱし福田が頑張ったんで、ありがとうございます、福田の名前を受けて畑正則、これでいきましょう、いいな、今週のキーワードは畑正則、はい、そういうことでハガキの方、はいはい、ね、応募しております、というわけでこの番組では皆さんのご意見ご感想もお待ちしています、ハガキをくれた方の中から抽選で5名の方に PC エンジン GT を、そして1名の方に PC エンジン CD ロムロムと、GB ハロルドマーダークラブのソフト、そして10名の方に JB ハロルドマーダークラブのソフトを差し上げます、それから番組特製のテレフォンカードも10名の方にプレゼントします、今見ているテレビ局名、そして好きなプレゼント、希望のプレゼントと今週のキーワードを必ず書いてください、締め切りは明日の決心までです、発表発送をもって開催していただきます、人気ベスト5と渡辺になっちゃう場の出場者もこちらです、はい、人気ベスト5なんですけどね、今回から、独自に作った、人気ベスト5の募集も行ってますので、はい、どんどん応募してくださいね、そんなわけで先ほどほら、はい、渡辺にならなかった方がよかった人がやね、よかった人がですね、なんかやってるんですよ向こうで、始まりました、あれ出したら渡辺でしたね、あれだった、あれがあったらな、渡辺だったな、かわいい、秘密に隠しとくんだもんね、でも私としては渡辺さんにならないのを願うだけです、いやもう渡辺呼びくんですね、あれは
今週はとんでもないことがあっちで起こって、いや、市川もね、市川もこうイノシシとキスなどをして、男とキスする前ね、いろいろね、ハガキして、ハガキしてますよ。また男が去ってっちゃうんじゃないの？ほら、ありますよ、市川なんて、古川雅夫、市川さんを僕にください。大竹さんみたいに軽井沢で馬車に乗って結婚したらうるさいですよ。え？乗ってない？乗ってない？これ絶対やらないと俺が言ってんじゃない、恥ずかしい、こいつやーみっともねー、やったーよこさん、そっちしたのかわいい、そこに来たら写真残ってるから俺もう渡辺になっちゃうかな、僕はもうなってるよ、なってるよ、それはあとなんで金子にも何かあったな、金子恵美は某ラジオでカマイたちを動物と思っていた大バカ者ですよ。そうです、カマイたちって動物じゃないよお前、うん、こういうカマが入ってるイタチがいるのかと思ってた。これはですね、なんだこれは、ヤブタカズヒコだな、大阪のやついろいろ来てます。それからまだありますね、これ最後です、菊池英哲、ね、渡辺さん、僕も昔よくいじめられましたので渡辺さんの気持ちがよくわかります。生きてれば何かいいことがありますよ。一緒に強く生きていきましょうだって。ナビちゃんにはリカちゃん人形、僕には CD ロムのもください、うるさい。一応そういったことでございまして、今週もたくさんのおはぎありがとうございました。それでは皆さん、また来週までさよなら。うわうわうわ、めちゃくり回してんのか、お花で。うわーすごい、ちょっとベタベタ顔。うわマジ、番組作ろう前でイノシシと遊ぼう。イノシシと遊ぼう。